生真女終身祭のモザイクイコン。現在はカーリエ博物館となっているホー羅修道院の聖堂内にある。生仮民女マリアの体が中央下にハリストスが中央に描かれる。ハリストスはマリアの霊を抱いている。マリアの霊が幼女をかたどるのはその純潔を意味している。生真女終身祭のイコン。フェオファングレク作。 南真女終身祭は、イース・ハリストスすなわちイエス・キリストの母、マリア日本ハリストス聖教会でいうところの生か民女、マリアの永民を記念する、聖教会の祭日。聖教会の十二大祭りの一つである。毎年8月15日に祝う。ここでは、終身はロシア語、ギリシア語、ミューイータ・シグマイータ、英語、ドーミションの訳語。 カトリック教会の聖母秘書典の大祝日に相当するが、聖教会ではカトリック教会のような聖母秘書典の競技はない。十字架執行祭当日から生新女終身祭に備える時がある。聖書には対応する記述がなく、伝承に基盤を持つ。その伝承によれば、マリアはその晩年をエルサレムで天国に入ることを望みつつ平穏に暮らしていたが、 ある日、己の死が数日後に迫ったことを悟り、望みが叶う日が近いことを知って喜び、家を片付け、持ち物を施して、死の訪れを待った。ただ、彼女がこともともともしたウイエスの時期でしたち、十二使徒が、戦況の旅にいて会えないことが残念に思われた。ところがその日エルサレムに、トマスを除くすべての使徒たちが戻ってきたのである。マリアは喜び、 悲しむ人たちを慰め、皆に別れを告げて平穏に眠りについた。ミッカート・トマスが到着し、人たちと共に墓を訪れたところ、そこに葬られたはずのマリアの体は、すでになく、天より現れたマリアが、斧が天の生命に移されたことを告げた。人たちは歓喜し、マリアを賛美した。おそらくエルサレムで祝われるようになったのが始まりである。世紀までの文献には見えず、 製法では最初1月に祝われたと文献に残る。6世紀初めから7世紀にかけて8月15日に定着した。ありがとうございます。